おはようございます。さあ、ということで本日はトップオンライブ、イエーイ、緊張ですとっても待って、爆音でアラーム鳴る可能性大、危な危なギャローさん、ミラーボールありがとうございます。ドキドキの一年生、緊張しております。まあでも私にできることは歌って踊ってそれだけなので、しっかり11月に皆さんに頑張っていただいて、今日のステージがあるので、それを実感しながら実感したいと思います。なんていうの、わかんないなんか感じながら、髪型はもういつものですこの間のねコロネツインもめっちゃ可愛いなと思ってそう思ったんですけど、でもやっぱりここなんて言うんだろう、ここぞっていう時にいつもの髪型をしてないとなんか自分の均衡が崩れそう自分自身の均衡が崩れそうなので、そう本領が発揮できなくなりそうなので、可愛いんだけどでも、もういつものもう安定のでいきたいと思ってます、はい、いつも通り。いつも通りの橋本で
いつもよりちょっと緊張してるぐらいの橋本でお届けしたいなと思ってます。ドキドキです。違う、今あくびしたに髪の毛で髪の毛したけどあくびした、ごめん。緊張してなさそう。本当にしてるんです。でもみんながやりたい曲だったり、みんながなんだろう、こう楽しめるコンサートであってほしいなって思います。本当に。でもマジで緊張してる。ウケる、ウケるよね。本気で緊張してる。今日のセトリめっちゃ予想してる。え、何入ってると思いますか？どうぞ予想してください。なんかなんかのミバースだったか、なんかショールームのコメントだったか忘れちゃったんですけど、なんかのコメントで1曲目は絶対あれだよねみたいな来てて、え、何と思って、え、逆に何、こっちが聞きたいんだけどって思っちゃった。そう、1曲目は絶対あれだよねって、何で来てたの忘れた。でもいや、え、1曲目は絶対あれ、絶対って何みたいな。絶対あれって何なんだろうと思って。そう、あれっしょみたいな。いや何、逆に気になるんだが、逆に気になるんだが、え、みんなあれとか言って誰も答えてくれないやつ。1曲目は毎回一緒。あ、おばあちゃん、それはさ、
やばいやばいやばい、固まってたらなんか来た。すごい、ね、固まってたらなんか来た。すずめちゃんさん、バレンタインなんかすごいやつありがとうございます。せーの、タワー、これじゃ、これでタワーじゃないことないよね。タワータワー、ありがたわー、すずめちゃんさんありがたわー、ありがバレンタインタワーありがとう。変顔で止まってたわけじゃないよ、わざとだよ、わざとこういう顔してたの。そしたらなんかすごいすごい背景になっちゃった。ありがとうございます。今日頑張れってことかな。頑張ります。いや前髪切ってマジ正解。違うよ、リップクリーム移動させなくていいようにさ、こっちにもあっちにも入れたのにさ。あれ待って、私リップクリームじゃない、あれ忘れてきたかも劇場に。唇、え最悪、最悪、積んだ積んだ、違うやつだけど、今ここで気づいてよかった。ここで気づかなかったら私今日唇なしでした。危なっ、いや別の持ってきます。最悪、うん、ももちゃんの卒業公演の時マジでもうなんか早く出てくださいみたいな、いや嘘そんな感じじゃないんだけど、なんかその私自身がレッスン場に行きたいからって思ってて、そうで、そのレッスン場に行ってくれる車両がなんかもう来ましたみたいな、もうじゃあ出てくださいみたいな、ハルピョンもう出れるみたいな、はいみたいな、行きますみたいな感じだったんですよ。そうで、だからプレゼントとかもお手紙とかも見れてなくて、そう行きますみたいな感じだったんで、唇忘れた、最悪。まあでも別の唇楽しみます。はい、別の唇で楽しみたいと思います。ショック、結婚ショック、ちなみに明日の配信は明日夜レッスンなのね。そう、なんか最近毎日さ全然、あでも明日日曜日だから別にあれか、なのでちょっと夕方とかにするかなって気持ち。うん、ごめんて、そんな感じで。1758日、ありがとうございます。
いやどんなライブになるんでしょうか。どんなライブになるんでしょうか。楽しみだけど緊張不安。緊張不安ドキドキ唇忘れ。なんかもう緊張しすぎてお腹痛い。うん、本当に緊張で。まあでも楽しみたいと思います。ドキドキです。でもこんなにもこうね、人生でそんな何回もいいポジションで踊ったりできるコンサートがあるなんて思ってなかったから、本当に皆さんのおかげでできている緊張なので、あのドボンライブまでに何キロ痩せようねってあのファンのね女の子と2人で言ってたんですけど、ごめんなさい全然痩せれませんでした。すいません、あの全然変わっ、なんなら多分もうちょっと太ったかもしれない、ごめんなさい。すいません、ごめんね。約束守れなくて、でもなんかもうさ疲れたからさご飯食べちゃうってなっちゃってさ。ごめんね、きっと頑張ってダイエットしたのかな。ごめんて本当に。でもこの配信に来てなさそうな雰囲気の気配な感じなので伝わってない。伝わらないこのごめんは。あ、ちなみに昨日痛いって言ってたこの背中の骨は全然もう痛くないです。安心して行ってください。お腹すくよね。急に明日なんかドボンの
ットボーンの何言おうとしたんだっけ、ちょっと待ってね、今これを言おうとしたの。なんかね、なんかまあ今日会場に来てくださった方に楽しみなものもあるので正解この伝え方正解なんかドボンっぽい楽しみもあるので、そう、なんか、まあ、AKBならではとかじゃなくて、なんかボール投げとかじゃなくて、そういうのはさ、まあやっぱ数人嬉しいみたいな感じじゃないですか。もう本当にみんな嬉しい、ドボンっぽい嬉しいがあるので、とりあえずなんか私も昨日聞いたんでわかんないんですけど、そう、なんかどんな感じなのかもわかんないし、わかんないんですけどとりあえずなんかあるらしいなので普段というか、まあこれはどこで解禁される情報なんですかね私たち別にあれ MC かなんかで言います、これ言わないですよねどこで言うんだろう、あ、言うね、言ってくれるね、なるちゃんが言います、なるちゃんがいっぱい言います。でそのなるちゃんがいっぱい言ったお知らせの中の一つに言いますね。だからなるが言うお知らせを絶対に聞き逃さないでください。なんか多分お知らせいっぱい言うんですけど、なるがその1個目のお知らせでうおーってなって、2個目のお知らせを聞けなかったとかやめてください。ちゃんと聞いてね。なるがめっちゃ頑張ります。私全然頑張らん。すごいなるがいっぱいなんか難しい単語いっぱい言ってくれる今回ありがとう。もうなるが頑張ってくれる私はなんかとりあえず楽しんできますやばすぎでしょ、とりあえず楽しんできますなんか第1回の時はめっちゃもうこれ全部私覚えてたんですけど、でもなんかもうその第2回第3回を経験して
なんか全然なんか覚えなくてもいいんだってことに気づいてそうく覚えてない、一文字も覚えてない、皆さんこんばんはしか覚えてないうん、ありがたいありがたい、皆さんこんばんはしか覚えてません、そこだけ頑張ります。それ以外に覚えなきゃいけないことがあったので、はい、少しか覚えてないんですけど、頑張りたいと思います。なんか何も言えないんだよね。何も言えないから配信したとて、ちょっと半になったらじゃあやめるね。終わります。何もまだ言えないから。そうでも今日は夜終わってから、配信は多分できないので、そう終わってライブが終わって結構遅くに終わって、そっからまああのこういろんな記者さんたちにお話を聞いていただいたりとかしてっていうのがあるので、もう終わっても終わりじゃないの私たち。そう。なので、頑張ります。なので夜はちょっと。何時にまずそれが終わってみたいな、何時にあのゼップ横浜出てみたいなのが分かんないので、ちょっと今夜は多分配信なし。でも明日、でもそっか、明日も明日でさ昼間しかできないみたいな話してたからしてたからって自分がしてたんだけど、そう夜レッスンなの、ついに夜あの曲をレッスンします。やばそう、もずそう。ここだけ覚えた。ここだけ。ここだけ覚えました。それ以外わかんない。だってこの曲はもう3月にやりますって言ってるよね、言ってるからいいんですよねそう、ついに明日この曲のリハがあるので、ミキリンさんのね最後の卒業コンサートでさ、これやんないのはやんないのでおもろいけどね、逆にえみたいな、最後のその曲やんないのみたいな、絶対やると思ってたのにやらないの、うん、やりますやります、だからこれのレッスンが夜あるので そのためにちょっと明日は夜できないんですけど、だからドボンのもうちゃんとした振り返りは19日の夜にします。ちょっと19日の夜もまだこの後レッスン増えるかもしんないけど、うわ更新されてるリハスケ、ちょっと待って。
でも19日の夜は他の曲のレッスン、私が出ない他の曲のレッスンが入っているので平気だ。さ、ということでちょっと26分、まだ26分なんですけど、もうこれ以上配信してたら、あ、今日はちゃんとこちらドボンジャージ着ました。これ以上配信してたらなんか喋っちゃいそうで怖いんでやめます。ちょっとゆっくりして気持ちを作って会場に向かいたいと思います。ゆっくりして気持ちを作ります。なんでちゃんとこうなんかドボンこうでしたねみたいな話は19日の夜の配信でしようと思っているので、あのまあもちろん明日のその昼配信、昼というかまあ夕方というかの配信でもまあこういやありがとうございましたみたいな話はちゃんとするんですけれども、すいません鏡が動きました。でももうちゃんともう全振り返りは19日にするので、明日まあ配信見てほしいけど日曜日なんでね、せっかくの日曜日デーなんで、日曜日デーあのサンデーなんでお出かけとかもあるだろうし、のんびりしたいっていう人もいるだろうし、ぜひ日曜日を満喫して、配信は最悪2週間後に映像倉庫で見てくださいということで振り返りは月曜日の夜の配信でしようと思っているので、ぜひそちらでお待ちしております。それでは最後にランキングを読みます。ね、ドポンライブのさ2周年のさ一緒に見よう配信映像倉庫でやったんだっけ、やってない、覚えてる人いる、やってない、やった気もするどっちが正解やってないかも、あ忘れたよね。まあできそうならやります、いつか雑ということでランキングいきます。1位すずめちゃんさん、ハートバレンタインギフトバイタワーありがとうございました、ありがとう。2位直吉さんありがとうございます。3位鉄道のエイトさんありがとうございます。4位ギャローさんありがとうございます。5位イバジュン、いいライブになりますようにさんありがとうございます。待って、6位コロポックルさんありがとうございます。7位マックミックさんありがとうございます。8位クジノダイゴさんありがとうございます。10位ベベモンさんありがとうございます。11位クマ、あ違う、あれどっかで狂った、9位ベベモンさん、10位トシさん、11位クマタカさん、12位バンボシさん、13位ハカマゴシ1163さんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。あ、今言ったのは2周年のライブの話ね。3周年が映像倉庫に残るかは分かんない、うちも知らないそれはちょっと知らない、いつも分かんない残ったらやりたいけど、2周年のライブはまたいつかできそうならやろうねって話です。ということでそれでは本日ドッポンライブ頑張っていきたいと思います。お、ちょうど30分になった。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、急ぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで5224盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春菜でした。それでは、来られる方は KTZEP 横浜で、来られない方はあの家でドボンライブ中ドボンでもしててください
それではありがとうございました。またね、行ってきます、楽しんできます、バイバーイ、ありがとう。